こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は所沢園芸さんに遊びに来ました。はい、所沢園芸センターの鈴木由紀と申します。はい、よろしくお願いします。何代目になるんですか？僕で3代目です、ね、3代目、はい、今おいくつでしょうか？今32です。32歳。はい、若手のホープというか。若いかな。若いじゃないですか、30は。盆栽の世界では。じゃあ所沢園芸さんを今日いろいろちょっと見せていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちが盆栽の園になります。新しいですよね。そうですね、5年くらい前にちょっと木が置ききれなくなってしまったので建て替えました。建て替えたと。はい、なんか特徴、園の特徴みたいなところで言うと、自分たちがよく手入れしてあるものをなるべく置くようにはしてます。なるほど。はい、これからか、この辺から、はい、これ作られた、ゆきさん作ったやつ？そうです、去年の夏ぐらいに朝園に来て、たまたま石とシャリが隣に置いてあったので組ませてみたら、あれかっこいいかもしれないっていう単純なひらめきで、これは作ってみたいです。これが、はい、これがシャリの、だから生きてない木ですよね。そうです。これとこれが、そうです、を木にこう噛み合わせて、はい、で他の木を植えていった。そうですね、オブジェみたいな感じでシャリ使ってみようと思って。タヌキとはまた違う。タヌキでいいと思います。タヌキ、タヌキと言います。ただね、若い方とかにこうインパクトがあるように、なるほど、何か作れないかなっていうのは考えてたので。迫力ありますね。迫力あります。でもね、かっこいい名前つけたらいいじゃんってみんなに言われるんですけど、はい、みんなローラー滑り台って言うんですよね。ローラー滑り台。こっちから見るとウォータースライダーみたいな、ね、ウォータそう、ここがね、ウォータースライダーってみんな言うんです。ここから出てくるんでしょうね、学校中って。なので、お客さんは好きなこと言いますから、皆さん。生徒さんとかも。生徒さん、教室もやってるんですよね。盆栽教室もやってます。教室の、はい、場所もちょっと後で、はい、すごくね、いいところなんで紹介言ってもらえるとありがたいです、はい。あとは最近だと、所沢の宅地事情とかもありますけど、やっぱ中品くらいの盆栽が人気ですか？商品から中品くらいが人気で、やっぱ皆さん置き場がないみたいでね。この辺り？そうですね、この辺りはよく出ますね。いいですね。だから本当にいろんな種類ありますよね。そうです。すごく賑やか。なんか自分が気に入って仕入れてきた木は置いときたいとは思いますけど、うん、なかなかそうはいかないのが現実で。そうですね。この楓とか、はい、まあ、何回か国分店の添えに使ってて。あ、そうなんですか。はい、これ売り物？売り物ではないです。これはお客さんのなんですけど。これお客さんの、はい、うちはあと五葉松が多いですね。五葉松、五葉好きです。お、五葉好きですね。今日は何だろうな。これいいですよね、娘。はい、これ裏表を変えて。あ、そうなん、作ったもんで、こっちの方が立ち上がりの迫力があるんで、オッケー裏とかちょっと変えて、で餃子の鉢入れてみて、ちょっと格が出るかなと思って。うん、かっこいい。これ面白いです。うん、僕なんか天から降りてくる生き模様がすごい好きで。うんうん、シャリゲーがね、ヒノキですか？これはね、サワラなんですよ。あ、サワラ？はい、サワラはここの葉の裏がね、真っ白なんです。ここが、あ、本当だ。ヒノキは Y みたいな、アルファベットの Y が入るんですけど、はいはいはい、で持って 3,4 年ですかね。下枝をちょっと若かったんで、下枝を作りながら。木ですよね。根巻きですね。あ、すげえシャリだな。そうそう、ここだ。ここのフェチなんですよね。ここ普通に。ひるまさん好きそうな曲ですね、これは。ここもいいですよね、ここもね。だからここの枝を見えるように、うん、ここを抜くかっていうのを4年間くらい考えているんですけど、なかなか抜けてないので。なるほど、ここ見せたいですもんね、ここね。上側は結構まめに積んで、下側をこう伸ばして樹勢を今維持しているところで、なるほど、ここの枝がもっとできてくれば飾れるようにはなるかなと。これはいい。ちょっと起こしてもいいのかなとか思っちゃった。いや、僕やっぱね、合う石を探してますよ。石を。石付きが好きなんですね。石付き好きです。至る所にね、流岩石が置いてあるんですよ。減らしたんですけど、減っちゃったんですけど。向こうにもありますからね。向こうにも、こっちにも。そう、こっちにも流岩石いっぱいあるんですよ。ただこれだけあっても合わないのが多いっす、実。多分結構日本で屈指の流岩石置いてる。いや、どうなんですか、ね、大変じゃないです。使っちゃってるから。僕見た中だと一番多いかもしれない。あ、本当ですか。はい、御用ありますね、確かに。御用多いですね。うん、お客さんも御用好きな人多いっすよ。まあ、御用はいいですよね。あと心拍もね、結構素材というか、そうですね、多いんですよ、こういう。
ちょっと古めの。そうですね、鉢にとってもいいし、うん、さっき言ったように石につけれるような素材は常に置くようにしてます。商品これがいいなと思ってたんですよ、さっき見た時。こっちのは木振りがだいぶいいですね。これいいですよね。そうです、この間ハスカシ全部してこれ買ってね、教室で。ああそうですね、皆さんそれが多いですね。はい、素材を買って手入れして植え替えて、うん、あとは年間の管理の仕方をこう月日の経過とともに指導していくみたいな感じになりますね。桃樹園との関係性ってどういう関係性なんですか？非常に僕から見ると遠いというか、まあ父が野田の桃樹園で修行してたので。野田の桃樹園にお父さんがいたんですか？そうです、最初桃樹園にいて野田に行って、で僕は別に修行行ってないですから。あ、そうなんですか？そうです、自分でいろんな全国回っていろんな人の培養法を見て試してダメだとか、うん、いろいろありましたけど、まあ、環境に合った管理の方法を常に研究してはいま す, す、ね、この後多分紹介するんですけど、隣に お花屋さん、園芸店があるので、はいはいはい、そこの管理とかもされてる。はい、してます。相当詳しい。植物詳しくないと仕事できないですよ ね, そうですよね、はい、だって盆栽だけでも難しい。難しいっすよ。すごいですよ。ですかね、あれ僕が1年目くらいに、ま、もう右も左も分かんない時つけてるんです。へー、立派。これ下がどうなってるのかな。これは熱らなりなんです。全部でそこに引かれて11巻。これはいいな。これも前後変えてますね。へー、まあ、でもこれが主木ですもんね。そうです、ね、こっちが前になりそうだ。そうです、もともと裏だったの、まあ、前はこっちでもうボウボウの木で。ああ、絶対そっちの方がいいですよ。ここがね、やっぱ熱持ってるんで、そこが嫌味に感じたんですよ。で親も裏に逃げちゃってるし。そうですね。なんで、じゃあいい親一番手前にあるし、本当の森も一番手前の木が大きく見えるじゃないですか。うん、だからそれをに習って。これ1年目にやったんですか？1年目にやりました。でも何回も針金かけてて、こう毎年なんかこうフィーリング変わるんで、ちょっとずつまだ全然ダメですね。天才じゃないですか。いや天才でしょ、1年目でこれやるって。いや、1年目はこんなに良くなかった。そうだもっとなんかわちゃわちゃしてたから。なるほど。そうだそうです。これは結構愛着ありますよ。これ好きです、僕も大好き。今は針金かかってますけどね、やっぱ本来は外した時の五葉松特有のこの枝先の柔らかい感じね、それがふわっと出てくればいいなと思って。そうです、ね、今は感じこっちはお客さんの預かりのエリアになります。いいですね。だいたい1割くらい預かりです。なるほど、商品じゃないものですね。そうですね、はい、皆さんだいたい置ききれないとか、うん、あとは毎週来るお客さんとかもいるんで、そういった方の荷物預かって管理して。で生徒さんも安心ですよね。そうですね、うん、置く場所があるっていう。置く場所があって夏は管理者やったりするんで、うん、こういうとこもあると。あります。この木は3年くらい前に僕が父とこの木を同じオークションで競って父に負けてしまうという木なんですけど、競んなかったらもっと安く買えたら。そうなんですよ。で、まあ、それを父が石につけたもんなんですけど、で最初はこう鉢の形が結構よく見えちゃうような感じだったんですけど、やっぱ年月の経過とともに自然味が増してきて、3年くらい前ですね。でやっぱ木の成長とともにこうやっぱ見え方変わってくる。毎年どっかちょこちょこ枝抜いたりしながら。なるほど。この内側とかが見えるようにここの枝を抜いたりとか、こういう枝を抜いてここの曲を見せたりとか、月日の経過の中でできてきてる。これ国風に出てる。そうですね、今年。あ、そうなんですか、はい、ほやほやです。ほやほやです。ほやほや。ちょっと僕の荷物が置いてありますけど。あ、これの荷物を置いてある。まあいいですね。ここだからちょっとお茶飲めるような、はい、いや立派ですよ。地もいっぱいある。そうです。これは、まあ、シナバチとかワバチ、実用的なのがうちは多い。エバチは少なくて実用的な型のサイズのとかが多いですね。あ、なんか一個すごいやつとかあったりします？個人的にいいです。すごい気に入ってるやつ。好きなバチ。ああですかね。なんかね、素人だからエバチとか見ちゃいますけど。あ、僕この傭兵めちゃくちゃ気に入っててね、はい、こっちでの売店で2年くらい前に買ったんですけど。あ、そうなんですか。これはなんかもう時代がいいし傭兵なんですけど、絵もいいんで。僕あんまり鉢そこまで詳しくないんですけど、はい、
カニが書いてあるから買いました。これ可愛いですよね。カニがあるといいなと思って。これが落花生ゼシンですね。これはゼシンさん、綺麗、出来がいいですよね。この内側まで釉薬が垂れてて、釉薬を部分的に塗って色変えてるんですかね。ですかね。プチヨヘ、なんか形も面白いし、そうですね、絵の時代も絵もいいし、うるそう、はい、去年作風展出した時これ確か石菊中品の下草に使ったし、へえ、なんとか。でもこんなエバチはこんなもんしかないし、うん、カニ模様彫刻彫刻鉢って書いてます。カニ模様彫刻彫刻鉢、はい、これがやっぱ目指しますよね。これもだからあれですか、タヌキ、タヌキ、いやこれはタヌキじゃないです。これ生きてるんですか。違います。いや生きてもないですこれはあの気分に合わせて取り外しができる。あこれ取んない方がいいんじゃないですか。確かにあった方がいい。でこういう風につけて、うん、ここの道門を見るケースですね。まず1がパターン1。道門、道門、石の道門って言って、石の穴、この奥行きがやっぱあるんで、ここだと奥のちょいちょいが裏向きにつけて、こう裏から見えるような姿、はい、あとパターン B が、うん、こうしてとにかくもうなんか総合的に見るみたいな。パターンもありきで、こっちだと左の足の細い、うん、いいところがよく見えるんですよ。なるほど。右側が重いんで、ただシャリをつけるだけじゃなくて、うんうん、まあ、石の個性とかを考えながら、どこを見せる、どこを見せないとかは考えながら、本当はシャリあった方がいいですね。まあ基本はこうかな、うん、基本はこう で、 でここも苔張っちゃおうかなって最初思ってたんですけど、うん、これだとほぼ石が見えなくなっちゃう。なるほど。そこの細さをね見せた方がいいですよね。そうっす。こうここのこのデコボコもなんか石らしくていい、うん、石らしくていいと思ってつけたりしながらやってます、うん、あとはあれですね、ここにこう多肉植えたりしてるのが、うんうん、うちらしいっちゃうちらしいかもしれないですね。これ虹の玉って言うんですけど、セダムの仲間ですかね。こうやってこの葉っぱをこうやってここに置いとけば、ここから根が出るくらい丈夫な品種なんで、なるほど。これはもう園芸店もやってるからできるのかもしれないです。できる技なのかもしれない、はい、特徴知らないとって感じですね。あとこれはセンペルビウムって言って、うん、外で育てられる多肉植物みたいな、こうランナーで小株が出てきてどんどん増えるんで、これもこれを1個取ってこれにまた植えとけば増えていくような、増えていくと感じなんで、乾燥にも寒さにも強いんで、そういった種類はやっぱ選びます。なるほど。石付きに向いてる多肉。向いてる、はい、そうです。こっちはなるべくシンプルにこう、うんうん、木の広がりがよく見えるように、うんうん、ただ土の中にコガネシダの根っことかマメヅタの根っこ入ってるんで、根っこじゃここから生えてくるんですか。出てきます。へえ。春になるとこう旺盛に出てくるんで、まあ、そういった中で自然の樹形を再現できるかなというふうには思ってます。盆栽はお父さんから習ったってことでいいんですか。最初はそうですね、うん、であとはまあいろんな形見に行って、盗めるもんは盗んで。なるほど。だから今もう僕と父で全然手入れの仕方が違う、まあ、全く違いますね。そこら辺はまあ2人で話しながらすり寄せていく時もあるし、うん、いや俺はこうだ、いや俺はこっちだみたいな、こう別々の道に行く時もあります。なるほど。お父様もね、この間 の、 あの教室の、あ、はいはいはい、説明、デモンストレーションやった時とか、はいはいはい、すごいお話も上手で分かりやすかった。そうなんです。意外とうまいっす。意外とうまい。あとこの模様も、このこれいいですよね。これ先週つけたバラなんですね。へえ。難しい木で、まず立ち上がりが少し太いんで、うん、ここはちょっと最近まだシャリ削ったばっかでやりふいてますけど、うん、っていう風にして、あとはこう右流れの木なので枝が左に流れてるっていうところで非常に難しくて、ああ返ってるんですね。そうです。あまり寝かしすぎてもおかしいし、立てすぎてもおかしいし、まあその塩梅を見ながら、合う石がちょうどね面白いのがあったんで、これを石付きにしようってまあ思わないですもんね。だってまあ石付きって本来、うん、その立ち上がりに例えば欠点があったりとか、はいはいはい、まあ、あとはその自然樹形ですね、県外だ株立ちだ、うんうん、そういった樹形をつけてこううまく調和させていくみたいな側面もありますよ、はあ、この木で言えば右に流れてる木なんで、右側はやっぱこう土を多めにこう流れ、風が左から右に来てるんでね、はい、こっち側は土は多くてもいいと。じゃあこっち側はもうギリギリまで減らして、うん、なるべく薄くなって この毛とも左から右に、こう何て言うんですか、苔もこう左から右に流れる流れを考えたりとか。なるほど。
して作りましたね。石突き好きですね。好きですね、やっぱ針金かけも好きですけど、手入れしてて楽しいですよ。あ、そうですか、はい、やっぱ想像力というか。そうですね、うん、これの石にこの木つけたらこうなるみたいなのがもう木を入手するときになんとなく想定できるようになってきたので、うん、なるほど。まあ、実際やってみると全然違うじゃんみたいなのもありますけど。そういうのもありますね、はい。まあ、鉢は想像しやすいですもんね。そうですね、いろんな方もあるし、ね、うん、こういう石を見つけてきたとなったら、うん、こういう木が合いそうだな、うん、でこういう木買ってきたらこういう石が合いそうだな、どっちか探そうかな、うんうんうん、やっぱ自然の凝縮が盆栽だと僕は思ってるので、はい、まあ、なるべくその自然の風景とか情景に近いようなものを作れるようには考えてますね。面白いです、はい、教室見ましょう。はい、教室は今日は誰もいません。今日はお休みです。平日です。これね、大変です。こんな綺麗なとこでできるって、こんな広いですもんね。ここまだもう一席増やせますもんね。そうですね、大体土日はこっちの席埋まってますね。で、皆さんで話したり、ね、お互いにああだこうだ言い合ったり、で俺があそこの席からこうじゃないとか言ったり、親父がこうした方がいい、ここにいるんだ、答えが出るのか出ないのか、なるほど、もうあとはあなたが決めてくださいって感じでやってますね。で、奥が植え替えできるところですね。そうです、ちょっと汚いですけど、ここは展示場も兼ねてるんで、はいはい、ここにこう今度の展示会の時とか大きい並べて、なるほど、ここにも並べて、めっちゃいいですよ。で、冬場は室ですね。室、室、冬場はシンパクトがこっちになるべく置いて、雑木屋の方とか。へえ。そのためにわざと床は湿度を維持するために土間にして。なるほど、こんな設備いい教室なかなかないですよ。もちろん、頑張らないと、頑張らないと。料金とかサービスの説明。そうですね、盆栽教室は、月謝は5000円です。安い。安いです。で、土日好きな時間に来てもらって、好きな時間に帰ってもらって大丈夫です。めちゃめちゃいいですね。そうですね、で最初はやっぱ分かんない方もいるんで、うん、そういった時は付きっきりで最初指導して、はい、でだんだん慣れてきたら、じゃあこうしてこうしてって言ってやってもらってみたいな。あとはお客さん同士で話したりとかでも、うん、だから基本的に自分の木ってことですかね。そうですね、そうですね、だから、まあ、ここで買うでもいいし、どっかで買って持ってくるでもいいから、自分の木を作っていく中で分かんないところは先生に聞くみたいな。そうですね、なんか最初は盆栽1本くらいしか持ってないっていうお客さんがいて、うん、教室入りたいって言ってどんどんこう増えていって、今はこうなんかだんだん自分の好みの樹形が出てきたりとかして、あ、楽しんでる生徒さんもいるんで。年齢層どんな感じなんですか。は50代60代の方がやっぱ多いですね。女性も2名いますけど、女性の方は自分で鉢作ったりとか、すごい、はい、みんなやりたいようにやってるのを、はい、僕らがうまく言えればいいな。正直めっちゃいいんですよ、ここ、ね、安いし先生も助かるし、やっぱ皆さんに楽しんでいただくのが一番大事だとは思う。教室はマジでおすすめですね、はい。とここだけじゃなく、園芸店も隣にあると、はい、あります。じゃあそっちもちょっといろいろあります、紹介してもらいます、はい、ちょっと長い動画になりそうです。もう毎日今来て楽しいですよ、園芸。あ、そうですか、はい、あのちょっと雨降ったりするとすぐ芽伸びるじゃないですか、うんうん、それをやっぱこう確かあーとか言いながら、あ、こっちもああとか言いながらやってるのがなんか追われてるのが楽しい。M なんじゃないですか。M ですね。こっちがまあ山野草とか、うん、まあ、ミニ盆栽の素材であったりとかのコーナーですね。はい、草も結構置いてるんですよね。さっき向こうにもありましたけど。はい、この間も仕入れて。そのこのお客さんはね、はい、庭木のモミジを自分で未消してる人で、うん、こういうのが多いですね。寄せ植え樹形、うん、あとはそのこういうの こっちの大きいバージョン、うーん、あ、これすごいっすよ、僕初めて見ましたこれアイビーです。アイビー、アイビー、え、アイビーってこんなになるんだ。アイビーは排生なんで、この葉っぱさしときゃ水にさしとけば育ってくやつですよね。そうです、この方はね、庭に生えてたやつなんか 根の芸がいいからって言って、 あの引っこ抜いて鉢に取って、なんかね、もう抜いたら根っぽいですよ ね、 なんかね、もっと根っこっすよね。すごい、初めて見ました。面白い、はい、だからこっちはこう御用の素材であったり、はい、黒松、はい、これはことぶき、ことぶきもありますね、ですかね、宿根草とかもこっちですかね。園芸の方は、はい、広いですね。そうですね、盆栽よりも
肩身が狭いんですよ。いや、すごい立派ですよ。で、ここが多肉ゾーン。そうですね、多肉植物にはやっぱり人気で、これすごいですよね、ここね。あ、そうです、この寄せ植えすごいですね。虹の玉、あ、さっき使ってたやつだ。さっき使ったやつ、うん、ここら辺はね、紅葉が綺麗で、これ定番ですね。定番、こういうのとか、こういう韓国産の多肉は色が良くて、これ赤玉なんですか。これはあの盆栽と一緒です。硬質の日本製の赤玉です。こういうのが紅葉が綺麗だったり、種類が多かったり、形がやっぱ変わってたりして、韓国産の多肉は今人気ですね。人気なんですね、はい、人気です。温室、うん、いきますか。お水もあるんですよ。お水もあります。本当は観葉植物ですね、主に。なるほど、はい。で、僕お気に入りなのが、はい、あのこのコウモリなんです。あ、コウモリラン、これもう 2,3 年あるんですけど、もっとあるかな、うん、でっかいですよこれ。高そう。ようやくね、この貯水場がいっぱい展開してきてね、うん、子供も増えてきて。子供、はい、株分けみたいにできるんですか。できます、あのヘラでこうやって削って板付きに。何でもいいですよ、こう木の板とかでもいいんで。よくね、ありますよね、はい、ってやってるんで、やるのもできます。こういう子供を取るんですよね。そうなんだ、はい、なるほど。コウモリランの石付き作ろうかなと思ったんですけど、うん、絶対冬場枯れるなと思ってやめました。そうですね。で、こっちはサボテンの。サボテンで流行りの亀甲流とか。なんだっけ、亀甲流とか、パキポディウムとかも今は少ないですけど、時期になると増えます。なるほど。上はどうなってるんですか。上ですか、うん、上見ます。見ます。日本お客さんはあまり入らないですけど、僕の飼ってるカメがいるぐらいです。カメいるんだ。暑いんですよ。まあ、温室ですからね。いや、これあれ楽しいですね。本当に暑い。30度くらい。あ、これもなんか有名なやつですよね。そう、それアデニウムなんですけど、アデニウム今植え替えてて。へぇー。いや、よく、だってここの仕入れとかもやってるんですよね。そうです。よくそんだけ知識、頭に入ります。あー、ごめん。これはね、違うリクガメで。うわ、いるでっかいのが。これが赤足リクガメ。かわいい。よいしょ。2匹ペアで買ったんですけど、両方ともオスだったっていうね。冬場とかはここで管理する。これだって大きくなるんですよね。今これで5歳くらいの家庭、10年経つんで、15歳くらい。あ、そん、でもそのぐらいの大きさなんだ。じゃあそうです。で、去年の夏うちの庭で飼ってたら抜け出しちゃって、うんうん、警察まで取りに来ました。通報がありましたと聞きました。カメが歩いてますね。そうです。で、どのカメですかって3匹くらいいたんですよね、カメが。いっぱい逃げてんなっつって。そうです。噛んだりしないんですか。あ、しないですよ、もう完全に慣れてますよ。餌だと思ってる。大丈夫。かわいい。こんな感じでやってますね。ベビーカーもあって、ベビーカーは今姉ちゃん来てるから。あの盆栽の土とか、マイグランプとか、はい、園芸肥料資材、もう全部揃ってるじゃないですか。そうですね。今日は銅線も売ってますよ。なかなか今ないんじゃないですか。本当だ、銅線売ってるお店。あとは道具。珍しい、こういうところに銅線置いてるの初めて見たこと。あとはここら辺はちくわさんとかの道具ですね。あとちょろっとありますけどね。あとはインテリア、こういうお庭とかで飾るやつですね。そうですね。あんまりここら辺は僕仕入れしないんですけど、うん、ここだけは大々染めみたいな、ね、いや、こういうの好きなんですよ。こういうの、こういう服みたいな、こういうの好きなんですよ。だからこれ買ってきました。そういうことなんですね。もうマジで何でも揃うな。で、ここは油かす、とかで、こっちは何、こっちは園芸用の土ですね。なるほど。常備してます、ケト土。ケト土常備してる。いや、これマジでいいですね。教室の生徒、はいはい、生徒さんめっちゃ喜びますよね。とか、もう全部揃いますもんね。素材も揃うし、実用的な使うやつを置くようにはしてますけど、ね、めっちゃいい、はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございます。見させていただきました、はいはい、僕が見た感じだと、はい、なんかいろんな種類があって、なんかカジュアルな盆栽園なのかなって、ね、そうですね。まあ、あの普通の盆栽園とかよりは敷居が低いと思うので、うん、皆さん大体土日とかご家族で来て、そうですよね、奥さんとお子さんは園芸の方にいて、旦那さんはこっちで盆栽見てみたいな、みたいなのがうちでは結構よく見ますね。で、あの教室の設備とか
ものとか売ってあるものとか、うん、商品とか見ると、はい、めちゃめちゃやりやすそうな感じで。あ、本当ですか。実はあの昼間さんが最初ここに通おうとしてたって知ってました。あ、そうなんですか。そう、家こっちの方が近いんですよ。あ、そうなんですか。うん、当時より、この間新藤さんと一緒に来てましたね。そうそうそう、はい、それなんか怪しく思われちゃうんでいやいや、あの籠宮さんの展示会の会です。そうそうそう、はい、怪しく思われちゃう。それだけ聞いたらね怪しく思えちゃうんで、お忍びでみたいな、うん、で非常に通いやすい盆栽園だなっていう印象でした、はい、なんかお知らせとはありますか。お知らせ、4月の15、16の土日で、15、16、はい、ここで展示会をやりますの で、 です、はい、20席くらい展示予定で、お時間のある方はぜひお越しください。それ、教室の生徒さんの展示会。そうです。あ、そういうわけじゃなくて、まあ、お客さんもそうですし、いろんな方ですね、この近辺の。そうですね、お客様、教室の生徒さんとかの展示会。なるほど、はい、20席、20ちょい飾る予定なんで、よろしくお願いします、はい、お時間。それでは、はい、本日は非常に楽しませていただきました、はい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました、はい。